不安のやつ、冗談じゃなかった。本当にダニー・トレホだ。お前すごいやつなんだってな。でもまずは互いにダニーじゃややこしい。名字を使って、俺はトレホ、お前はロハスで行こう。俺がここにいるのはカルマってやつだ。他人を助けることで俺も助けられここまで来た。で、腹を空かせたヤーラのみんなにトレホズタコスを食べさせたかったのに、軍の奴らが俺の食材を捨てやがった。だからある兵士の首を9回、次の奴も4回半刺した。別の奴もな。兵士が戻ってくる前に食材を取り戻したいとこだが、あいにく俺はタコスの下ごしらえで手一杯だ。お前がパイナップルと肉とサルサを探してくれれば、タコスも作れるし、復讐もできるってわけだ。ありがとな。この恩は忘れねえ。いいか、パイナップル、肉、サルサ、これがタコスで一番大事なトリオだ。おい、笑えねえぞロハス。トレホだ、お前の大ファンだって伝えたくてな。不安からリベルタードとお前のことは聞いてる。大したやつだ。ありがとう。私もあんたのファンだよ。ヒートは何回見たか覚えてないくらい。デスペラードも、マチエテも。そいつはどうも。だが映画は映画だ。お前の戦いは生きるか死ぬかの現実だろ。そういえば、不安とはどうやって？不安のことなら誰だって知ってるだろう。初めて会ったのはサンクエンティン刑務所だ。薬の所持で捕まってた。そういえば奴に金を貸したままだ。だから来たがらなかったんだ。何？あ、何でもない。電波が悪いからまたね。ハント！うん、距離を取ろう。見つけた。しかもまだ新鮮。見つけた、トレホ特製サルサ。うん、みずみずしい。よし、材料を全部見つけたよ、トレホ。よっしゃ、最高だぜロハス。キッチンに戻ってきてくれ。いい食材を渡してくれたらすぐ料理を始める。食材を見つけてくれて助かったぜ。俺は受けた恩は必ず返す主義なんだ。気にしないで。欲しいものは揃った？ああ、あとはこいつらを料理してみんなを腹いっぱいにして新しいレシピを増やすだけだ。待ってる。よだれでそう。さあ作るぞ。火曜はタコスデーだ。今日は金曜だけど。俺のタコスを食えばわかる。毎日がタコスデーだってな。食い道楽でな。運動してなきゃ今頃200キロだ。こちらは食品輸入流通重機規制当局だ。またあのバカ君、俺のタコスを食ってやつはどいつも地の果てまで追ってきやがる。これより兵士を投入し違法営業を停止させて絶品タコスを押収する。降伏すれば命までは取らない。今さら中断はできねえし、集中力もいる。終わるまで奴らを食い止めてくれ。任せといて。時間がない。こっちから向こうにサプライズを仕掛けるか。あ、特製ホットソース投入。そこ、ワニがいる。こいつはうまいぞ。
いい匂い。トレホ、もうできた？俺のタコス作りには愛と手間が欠かせねえんだ。職人のこだわりの味には時間がかかるんだよ。だろうね。あの絶品タコスは俺のものだ。必ず手に入れてやるぞ。いたぞ、トーニオ。そうか、そっちがその気なら俺が行く。俺が直々に向かって任務を完了させる。エリカ、おいおい、エルエリに戻った気分だぜ。よっぽどあんたのタコスが欲しいみたいね。ああ、そこか。タコスってよりそのもり。下だ。下だ。とんだクソ野郎だったな。片付けてくれて助かったぜ、ロハス。いいコンビだったな、俺たち。さあ、みんなにタコスを食べてもらおう。手伝ってくれてありがとな。バイクがガレージにあるから使ってくれ。バイクをくれるの？グラシアス。礼を言うのはこっちだ。幸運を祈りたいとこだが、運は信じてなくてな。俺はカルマを信じてる。いいことをすればいいことがある。その逆もしかりだ。今日は最高だったよ、トレホ。番号ももらったし、また連絡する。うわ、これすごいバイクだね。マシンガンまでついてるなんて。トレホったらあんたの話ばっかりよ。あいつは本物、すごい助かったってさ。ハリウッドの有名人に褒められていい気分じゃない？サインはちゃんともらった？またトレホと組みたいんでしょ？そりゃそうだよね。じゃあマラグアに乗り込んで危険な兵器を盗みに行こう。用意ができたら私のタクシーで連れてくよ。調子は？トレホ。あら、減ったか。出来たてサメのタコスだぞ。サメを殺すのは気が引けたが、子供が襲われてたんじゃ仕方ねえ。不可抗力だ。いいことしたね。それで？学生が逮捕されて仲間が抗議したって知ってるが、軍はその鎮圧に戦車を引っ張り出してきやがった。ラスガドって指揮官が出てきて追い込まれてる。噂じゃ顔をカミソリで切り刻むとか。イカれてる。連中、冷蔵庫みてえなもんも持ってきてた。何なんだ？あの化学兵器だ。くそ、学生相手に使う気？俺たちで阻止するしかねえな、ロハス。
んとかなんだろう。